この動画を見るときは、部屋を明るくして、画面に近づきすぎないようにして、神に祈りを捧げてから見てください。石像の部屋まだ行ってないのに、なんで石像の部屋だみたいな感じで言えてたよ、お前。行ってないぞ。行ってないからな、ここまだ。あ、なんか顔が3つあって、目玉は3つはめ込むところがあるけん、もう1個を見つけてきたらみたいな感じか。ってことはさ、嫉妬の色って緑のことな？何にせよ目玉が一つ足らんな。とりあえず会話してみよう。あら、レイカ様、イツキ様と一緒なのですね。サヤさん、清楚なサヤさん。うん、知り合いといた方が多少は安心かと思って。まったくですわ。私も、与一様がいなかったら、不安で仕方がなかったでしょうし、知り合いなんやな、お前ら。お互い、頼れる方がいて、よかったですわね。あ、俺は、与一君ほど頼れないと思うけど、頑張るよ。うん、こいつさ、ちょっと、柄は悪いけどさ、行動力高そうやもんな。死ぬ可能性があるって状況なのに、少し眠い。昨日、何かあったの？親の学校、実力テストが近いんだ。だから勉強してて、寝不足でよ。お前意外と勉強やるタイプなんじゃ。意外と真面目なんだな。そうなの？勉強熱心なんだね。学生なら、勉学を収めるのは当たり前だろ。いや、お前の見た目でそれ言われたらって感じだよな。お前の見た目とちょっとギャップがあるんだよな。すいません。だよね。これがいいよってやつやな。騎士と蛇、王女、間違いなくこれ赤やな。太陽の色赤だった。これは後でけ、先に入れておこうか。蛇、騎士、青空の色って言おったけんさ、多分青とか水色の目玉が見つかって、そこを騎士にはめ込むんだろうな。だからこのヘビの怪物に緑じゃないかな。とりあえず入れるだけ入れとこう。あと一個どっか目玉探しに行かなあかんな。見落としがあるのか、メインストーリーを進める必要があるのか、ちょっとそのあたりが微妙なところやけど。なんか会話してるわ。両立してる的な感じな。ああ。さすが、プロだね。大変じゃない？いくらファンが励みになるって言っても、大変だと思うことがあるんじゃない？そうやな。俺もさ、視聴者さんが見てくださってますって言ってくれてもさ、なかなか仕事しながら実況も撮るっていうのは難しいところがあるからね。だからこそ動画、3日に1本とかになる。そう言ってくれたの、レイカちゃんが初めてかも。たまーに辛いけど、大丈夫。ミュウは不思議の国のアイドルだもん。あ、新アイドルとかあるの？わー、だったら俺、乙女さんと新アイドル上がりたいもんね。さっきのは忘れてください。つい、熱くなると、ああなっちゃって。あー、もうちょい新アイドルが高まるような会話したかったですね。よっしゃ、じゃあ次、他のところも見ていこう。目玉がな、あと一個欲しいよな。ないんかな、とりあえず、現時点では。ホール行ってみよう。もしかしたら、あんちゃんが拾った中であるかもしれんな。目玉、最後の一個。ホールには、すでにみんなが集まっていた。中心にいるのは、あんちゃんだ。あんちゃん、話して。これを見て。なあ、めっちゃ金貨が集まってる。なんだこれ全部宝かよ。どうやってこの量を？私の英雄、お稲荷様のスキルだよ。価値あるものを見つけることができると。なんかそんなんあったな。なんか、英雄リストみたいなところに。ここにある宝の8割ぐらいは、今私が持ってる。なるほど。ゲーム中のお稲荷様のスキルは、獲得コイン数アップだったね。あんちゃん、超すごーい。いやいや、バカじゃないの。こいつが宝を独占してるんだよ。
こいつだけインチキなスキルで死ななくて済むなんて許せないよ。そうか、アン以外の誰かが死ぬ。そんなつもりじゃない。嘘をつくな。こっそり私に一個ちょうだい。そんなの言い出したらキリなくなりますよ。大丈夫、乙女さんはどうにか生かしてあげるから。俺がどうにかして命に変えても乙女さんは守りますから。どうしよう、みんなが興奮しだしてる。こう冷静じゃいなくなった時がさ、みんなが暴走し始めた時に止められなかったらみんなが破滅を呼ぶからね。姉さん、口論を忘れるには事実を提示するしかない。姉さんならそれを導けるよ。ここでみんなが喧嘩していても仕方ない。私ができることならやらないと。わかった、私に任せて。なんだ、ワードロック。ワードロックについて、ここではプレイヤーたちの発言が順番に流れます。その中にはおかしな発言が混じっていることがあります。おかしな発言があったと思ったらその発言をタップして止めてください。そして対応するキーワードを選択し、相手の間違いを指摘しましょう。まあちょっと弾丸論破的なところやな。それは違うよみたいな、ナイキ君みたいなことができるんやな。どうした？あー、ちょっとこういう感じでどんどん進んでいく感じやな。お宝欲しいよ。信じて私の話を聞いて。あんたみたいな怪しい人間は信じられない。スキルで宝を独占する気。え？キーワード、アンの発言。独占するつもりではないらしい。何か考えがある。あー、だったら今回はお前じゃ。お前にアンの発言をぶつけてじゃないかな。違うの？違うかい。あ、アンに対してアンの発言か。違う、ちょっと待って、そういうんじゃないん。あ、これか。待って、アンちゃんは独占するつもりじゃないんだよ。あ、なるほど、独占に対して独占するつもりじゃない、アンがあるから。アンちゃんだけにアンがあるから。アンちゃんだけにアン。は？どういうこと？あ、だからその、アンがあるっていう発言をぶつけた感じなんやな。さっき私にそう言ってくれたじゃない。そうだよね、アンちゃん。私は、みんなの宝を平等に分けるつもり。え？そうなの。その代わり、この施設に抜け道がないか調べるのを手伝ってほしい。はあ、つまりあれやな、均等に分ける代わりにどうにかしてみんなで脱出できる方法を探そうっていう、そういう感じの提示をしてきようわけじゃ。アン様、まさかそのこのまま運営の言いなりじゃ、誰か一人は絶対に死んでいく。私はそんなの嫌。私、記憶がないけど家に戻らないといけない。そんな気がするの。はあ。なるほど。みんなことを思ってのこの行動だったわけ。そうか。だから、みんなで、ここを脱出しよう。あんちゃん。そうだよね。全員で生きて出られるのなら。俺は反対で。どうして？え？運営の言いなりなら誰か一人は死ぬって言ったよな。それって言う通りにしていれば一人の犠牲で済むってことだろ。でも運営様の言いなりでいいというのですか。確かに俺は運営が気に入わねえ。でも俺の最優先はサヤを守ることなんだ。だから危険な博打には乗れねえ。与一様、この二人がすごい親密な関係なのはわかるな。でもそういう考え方になるんか。運営には逆らない方がいいっていうところあるんかな。そもそも脱出なんてできるのか。運営に動きを感づかれるかもしれない。そういうところか。
下手に動いたら全員が危ない的な、そういう考えになったんか。リスクがあるからそのリスクを排除しようかって。そうすりゃ全員殺されるかもしれないぞ。でもこのままじゃ何も変わらない。またとにかくヨイツ君を落ち着かせよう。まだ来た。キーワードは利用規約とアンの発言か。全員で探した方がいい。あ、これ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 。殴ったらダメ。殴ったらダメです。殴ったらダメです。危ない、止めな。落ち着いて、陽一くん。利用規約で暴力は禁止されているんだよ。違反がバレたら、JP をすべて没収されるんだから。そうです。陽一様が亡くなっては意味がありません。え？そうだよな。あ、ひどいことを言って。悪かったな。わあ、ちゃんと反省できる系の不良。不良か知らんけどな。反省できる系のやんちゃ坊主。気にしないで。はあ、余計なこと言っちゃって。陽一が案を殴れば、再開確定で楽できたのにさ。何？僕は JP ランキングで絶対上位に行くよ。あるかわからない出口なんて探さない。現実を見ない仲良しごっこはアンドラで勝手にやいなよ。ユードくん、そんな。ひねくれてる。このユードくんひねくれてるな。なんか、両親と何かにあったっていう感じがする。ユードくんがそう思うなら、それでいいと思います。乙女さん。乙女さん自分の意思。そうなの？全員が同じ行動をする必要はありませんし、抜け道を探したい人と宝を探したい人で分かれればいいだけですよ。エグザクトリー。どこの言葉だよそれは。僕もそう思うよ。もちろん脱出経路があるなら使いたいけどね。お前だがそういうところやぞお前。エグザクトリーってなんなの。まあそういうところがあるからやぞお前。あんちゃん、全員が脱出に協力しなくても宝は分配するつもりなの？もちろん、これはあくまで私は競争しないっていう決意表明のつもり。もし私の考えに共感してくれるのなら脱出への道を探すのに協力してほしい。それならやるやる。何もしないで諦めるのはちょっとワンダーだし。何がワンダーかっていう基準がよくわからんけど、そうだな。ええ、私も探しますわ。出てきた。皆様、いいんですか？こんなところでぼーっとしてて。わ、ワンウェイ、運営、リタイアぞ。やばい、運営とメアちゃんの声がかぶってきてることに今気づいた。どうにかしてさ、似たような声でもちょっと違いが出ればいいんやけどな。わ、運営、リタイアぞ。が、メアちゃんで。ナイスに来た。これは良い。全然違うけどな。残りの時間のお知らせですよ。イベント終了まであと30分ですからね。あ、こんな感じのロボットっぽい喋り方でしょう。それでちょっと差つけようか。皆さん、恋の良い行動をよろしくお願いしますよ。ちょっと待った。アンのスキルは何なのさ。宝探しのイベントで宝を見つけるスキルのプレイヤーがいるのはバランスおかしいでしょ。確かに、イベント特攻スキルを一部の人しか持てないのってクソイベですよね。クソイベって言葉出てくる。乙女さんの口からクソイベっていう言葉出てくる時が来たんじゃ。ボビー JP! ボビー JP! スキルは完全にランダム配布でして。さよなら。はい、これGoogle プレイとかで評価1とか2とかになります。あ、逃げた。とりあえず解散にしない。あー、 JP30 個分、 30JP 分の宝をもらった。おう、ほんまに分配したんじゃ。あんちゃん、ありがとう。うん、それとありがとう。助けてくれて。かわいい！わ、そうや。よう考えてみたら、この子ショートヘアじゃ。
あんま気にしなかったけど。俺、こういうショートヘア好きなんよな。この茶髪っていうところもそそらえる。よう見たら俺の好みかもしれない。え？それだけ。姉さん、行こうよ。あ、うん。わあ、ちょっとドックンとしたな。さて、目玉最後の1個を探さなあかんな。これは別に変わらんか。なんかどっかで目玉出てきてないかな。なに？何かよ。ちょっと疑問なんだけど、どうしてそんなに全員で生き残ることを諦めてるの？ユート君は、なんというか、最初から希望はないって思い込んでるみたいだよ。実際そうじゃん。運営はデスゲームの主催者。僕たちは参加者側、命をもてあそばれる側さ。そこには決定的な立場の差があるんだよ。僕らの抵抗なんてどうせ無意味。なら、ルールに従って生き残るが一番賢いだろ。一つの回やな、でも。もうそう言われたら確かに一つの回やな、これも。確かに、今の状況で逃げ出すのは簡単じゃないと思う。でも、何もしようとしないんじゃ、絶対にこの状況を改善できないよ。ユウト君だって、できることなら知らない方がいいでしょ？そりゃあそうさ、僕は死にたくない。だから僕は、ゲームのルール通り JP ランキングで上位になるんだよ。あんたが諦めないのは勝手だけど、巻き込むなよ、ほんと。あるかもわからない抜け道探しなんて、バカみたいだ。まあそういう考えの人がおってもおかしくないんよな。ポリタンクいつ出てくるん？10リッターの水が入れられるようだ。なんか入れる状況、水がいるような状況があるんだろうか。まだわからん。あ、戻ってきちゃった。バルコニー。あ、なんかある。さっきもなかったなんかがある。そして仲のいい二人が並んでる。こっちも気になる。今、隠し通路がないか探しているところなんですの。とか言いながら二人でイチャイチャしてたんじゃないですか。さやちゃん。俺、君のこともなかなか気に入ってるんだからさ。ちょっと、イチャイチャするのは俺だけにしてくれないかな。隠し通路？掛け軸の裏の抜け道とか。特定の本を取ると本棚が動いたりとか忍者屋敷か。そういった仕掛けがあるの見たことありません？忍者屋敷やな。ゲームかな。知ってる？昔ホラーゲームで石像を動かしたりメダル探したりしたよ。バイオハザードかな。ゲームですか？え？やったことない？私そういったものには疎くて、英雄ゲームが人生で初めて遊んだゲームですの。ほうなんじゃ。ピンとこない例えをしてしまったようだ。しょうがないわ。人それぞれ。まさか、サヤが脱出口を探すつもりだったとはな。ヨイチ君は宝を探す方向に集中したいの？俺が英雄ゲームを教えたから、サヤはデスゲームに巻き込まれた。今の状況は俺の責任だ。俺は、サヤだけは、絶対に死なせたくないんだ。おぉ、なんかお前、劇場版のジャイアンみたいな感じのことが、キャラやな、お前。サヤちゃんが大切なんだね。サヤちゃん、すごく大切な存在なんだね。いや、なんというか、まあ、幼馴染だ。幼馴染。うわぁ、めっちゃ顔赤なってるな、お前。似合ってないぞ、お前、その顔。そうだな。絶対幼馴染以上の関係を求めてるタイプの顔だな、これは。好きなんだろ。告っちまえよ、親愛。やったさて、気になっとったこれを調べてみましょう。目玉だろ？目玉だろ？来たー！青い目玉来たー！ギガン来たよ。よっしゃー。じゃあ早速、石像に入れてみましょう。青。出てきた！なにこれ？あ？文字が浮かび上がってるよ。始まりの部屋に浮かぶ月の下を調べよう。そこに秘宝がある。始まりの部屋？ホールのことかな？ああ、そうだね。秘宝、ぜひ手に入れないと。
あー、コナンの犯人みたいなやつ出てきた。これから犯人の半沢さんっていう漫画が始まりそうな感じになってきた。待って、これ大丈夫かな。なんか大体同じぐらいの位置じゃない？ちょっと大丈夫かこれ。だとしたら上にあるこのシャンデリアも説明がつくっていうかさ、いかにもって感じやな。上から降ってくるってイメージや。セーブしとこ。調べてみようか。月のマークが床に浮かび上がっている。どうやらここの床だけ外れるようだ。何？いや、これ絶対裏がある。上から落ちてくるよ、絶対。上気をつけろ、お前。見上げてごらん。さすがが、杯だ。しかも、200JP だって。嘘、他のは高くても 20JP なのに。これでランキング1位は確定だよ。さあ、姉さんがこれを持って。レイカ？あ、アンちゃん、どうしたの？なんだかわからないけど、アーダがそれを持っていたらダメ。離して。な、何をするんだ。俺たちが見つけたものだぞ。ちょっとやめてよ。やばいよこれ。これこう揉み合いよる間に上からあれ落ちてくるんじゃないの。コナンの犯人がさ、あれあれ吊るしてあるシャンデリア撃ち落として落としてくるんじゃないの。大丈夫。誰か入ってきたよ。ん？何の音？ね、姉さん、危ない！あー、やっぱりなー、やっぱりなー。あー、ちょっと待って待って、ちょっと死ぬの早すぎない？ちょっと、キーマンっぽいやつ、おい。あんちゃん。鉄がきしむような音は、壊れかけた鎖の悲鳴だったのだろう。目の前にいたのは、落ちた照明に足を挟まれた絵付き。そして、ああ私に医学の心ではないが、分かってしまった。彼女はもう死んでいるのだと。ああ、とにかく絵付きを助けないと、そう思い、絵付きの体に手をかけた。しかし、トゲは深く、イツキの足に食い込んでいる。ただ、引っ張るだけでは、どうしようもない。ギャー！一体、何が？あん、イツキ、大丈夫か？私の心配申してください。みんな、お願い、手伝ってほしいの。じゃあ、私とレイカさんで、照明を持ち上げましょう。おい、力仕事。おい、よいち、力仕事、お前。どっちかたら力仕事でどうにかしなあかんやろ、お前。よし、その隙に、いつきを抜くぜ。あ、お前その担当なんじゃ。持ち上げる方が大変だろうに。頑張りますわ。照明は思った以上に重く、端を持ち上げてるので、精一杯だった。その間に、よいちくんとさやちゃんが、いつきの体をランプの下から引きずり出す。だあ、えらいことだぞ。シャリならんぞ。いつき、しっかりしろ。でも、その足は？ここじゃ、止血ぐらいしかできないよ。どうしよう。大丈夫さ。このくらい。いや、絶対歩くんもちょっとしんどい感じになったろや、お前。バカ言うな！いつきさん。どうした？私に、任せてください。何？乙女さん？まさか、私のスキルで、えつきくんの怪我を治しました。え？本当だ。痛くない。なんで？何のスキルこれ？どうなっているの？こんなの、まるで、魔法だよ。乙女さんのスキル。まさか、ジャンヌ。わー、キャラに合いすぎてる。キャラに合いすぎてるわ、ジャンヌだ。聖母っていうか、母性を感じるな、お前。聖母、上地じゃん。
乙女さんのさ、二つな、聖母神父って呼んであげよう。セクハラだな。前々から思ってけど、俺めっちゃセクハラしてる。聖母神父。デバイスに表示されてる通りです。私の引いた英雄はジャンヌ。スキルは触れた人間を回復すること。私、役に立てましたか？立てるところでないぞ、お前。恩人だよ。恩人だよ。聖母神父。ありがとうございます、聖母神父。なんで助けてくれた人にセクハラ発言してるんだろう。いいんです、アンさんは助けられなかったわけですし。いや、これ助けられたら逆に神やん、お前。これ助けられたらもう崇めるしかないわ、お前。私のスキルでは亡くなった方を生き返らせることはできません。いや、できたら、スキルでもできたらおかしいわ、この世界観。こんなことって、あんちゃん、うわ、グロ。彼女は残念だったね。とりあえず照明の下から出してあげよう。はい。まさかもう一人死ぬとは思わなかったな。早すぎだろ。しかも結構キーマンになりそうな人だったのに。結局全員でなんとか照明を持ち上げ、アンちゃんの遺体を動かすことができた。床にアンちゃんの遺体を横たえ、ハンカチを顔にかける。その時、誰も一言も声を発することはなかった。アンちゃん、なんでいい人からすぐ死んでしまうん？姉さん、こんな時に悪いんだけど、秘宝もしかしたらなくしたんじゃ。あ、そういえば。私はそこで突き飛ばされた拍子に秘宝から手を離したことに気がついた。その後ホールを探したものの、秘宝が見つかることはなかった。コナンの犯人のせいじゃ。